週刊人となり、毎週友部幼稚園の職員の人となりをご紹介いたします。はい、じゃあ始まりました。友部幼稚園のですね、新企画になりますが、週刊人となりということで、1週間に一遍ずつね、先生たちに来てもらって、その人となりを探っていこうと思いますが、はい、まず、はい、最初が、はい、なんとド新人から始まるっていうねとても緊張しています。とてもそうは見えないんですけどね。いや、本当に緊張します。はい、一回り目はね、じゃあ趣味について聞きたいと思うんですが、はい、はい、じゃあ野中先生の趣味は何ですか？はい、私の趣味は、音楽を聴くことで、はい、私好きなグループがいまして、はいはい、そのグループの、曲をたくさん聴くと、こう元気になれるというのが、はい、最近のあれですね。ですね、趣味です。はい、ちなみにそのグループっていうのは、3代目 J ソウルブラザーズというグループなんですが、はいはいはい、結構アップテンポな曲も多くて、うん、出勤するときに自分のモチベーションとか気分を上げるためにも、はい、こうアップテンポな曲を聴いて、で出勤して、自分もこう元気でいられるようにするのが趣味ですね。3代目っていうと結構もうベテランに入ってくるんじゃないですか？そうですね、結構、なんかファン歴も結構長いので。長いんだ、はい、あ、じゃあ随分小さい時からなんでね、若い時からじゃなくて、はい、もう今でも中学生ぐらいから結構好きなので、うん、もう長いです。じゃあ3代目 J ソウルブラザーズのいいところは、はい、いいところはやっぱり、ダンスのキレがあって、なんかそういう自分もこう体を動かすことがやっぱり好きなので、はいはい、ダンスとかもこう真似して家で踊ってみたりとか、はい、するのも結構好きです。言ったね、はい、それを言っちゃうとどうなるか分かるよね。いいえ、何ですか？今この場でちょっと一振り、はい、よろしくお願いします。じゃあ、はい、流星のランニングマンを、はい、踊りたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ行きます。はい、せーの。いいね、はい、お雰囲気出てる出てる。私のようなおっさんでもよくランニングマンは分かりました。はい、じゃあでも車で通勤っつってもさ、はい、結構距離近いじゃん。そうですね。何曲ぐらい聴けるの？3、4曲ぐらいです、ね、あ、でもそれぐらいは聴けるんだ。はい、はい、じゃあ朝3代目で、はいはい、元気いっぱいに来てください。はい、はいはい、トップバッター野中先生でした。ありがとうございました。